そう、前にね、シラケンでクリパー配信、今回は、毎年恒例になりつつあるスイちゃんちのね、その母町、お母さんね、その母町が、そのクリスマスに、料理をね、いっぱい振る舞ってくれる会みたいな、そう、毎年開催されてて、去年も、参加したんだけど、今年も参加しました。そのね、メニューがね、すごかったの。なんかもうがっつり肉料理なんだけど、ま、スイちゃんがさ、野菜好きじゃないからっていうのもあると思うんだけどね、ハンバーグ、ミートスパゲッティ、カルボナーラで、なんかね、春巻きみたいなやつとか、あとね、フレアちゃんがね、美味しい、去年美味しいって言ってくれたからね、今年も作ったよって言って、スペアリブもね、いや、絶対さ、絶対これ、これ一人で作るって何時間かかんだみたいなぐらいの大量のね、なんかオードブルみたいな感じで、そう、高級レストランのオードブルみたいな感じでバーみたいな。そう、団長たちもいっぱい食べたんだけど、それ以上にそう、それ以上にね、母町がいっぱい作ってくれて、だから最後ね、みんなでタッパーに入れて持って帰って食べてるっていう感じです。団長も食べた。今ね、ハンバーグとミートスパゲッティ食べてもうめちゃめちゃ幸せなんですけど、ありがとう、ありがとう母町、そしてスイちゃんもありがとう。団長はね、ケーキ持ってった。そう、ケーキ持ってってみんなで食べたよ。はいはい、これです。特に他に映り込んでるものはないね。そう、これが団長が買ったケーキになります。で、みんなでね、食べたんだけどね、ただね、あ、ごめん、そういえばスイちゃんさ、甘いの、甘すぎるの苦手だから、スイちゃんはあれだわ、見てるわって言ってなんかね、ちょうど団長が人数分切っててさ、でもスイちゃん甘いの苦手かなと思いながらもね、切ってたんだけど、したらね、あ、ノエル、これ何個切ってるみたいな感じて、スイちゃん甘すぎんの何なんだって言って、見てるって言って微笑んで見てたで、このクマちゃんはフレアが食べた。そうフレアがこれ砂糖の塊なんでしょって言いながら食べようとしてたら、え、なんか砂糖じゃないって言って、そう、なんかホワイトチョコらしいのなの。そう、ワタメもね、なんか差し入れをね、持ってきてて、そう、マカロン持ってきててさ、それをね、みんなで食べてたんだけどね、なんかミコチが後ろ、ソファーのね、後ろに座ってて、あ、え、ミコバニラ食べたいみたいな、え、ミコバニラ食べたいって、で、バニラがでも人気ね、なかったから、あ、ごめん、バニラなくなっちゃった、あ、ちょ、バニラない、あ、じゃあ抹茶が食べるみたいな、抹茶食べたいって言って、したら抹茶もなくて、だからなんかミコチもずっとこんな顔で、こんな顔で、え、抹茶もないのみたいな。で、そしたらスイちゃんがね、気を利かせて、もう何でも、もう美味しいからって言って、もうなんか、あ、これ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 食べなみたいな、みこちこれ食べなって言って、なんかいちご、いちごみたいなピンクのやつ渡して、したら、え、チョコも食べたいって言ったら、あ、チョコも食べなって言ってなんかスイちゃんはね、見守ってた。そう、なんか甘いのね、やっぱ苦手って言ってて、でもマカロンは食べたんかな、でも見守ってたよ。なんかもりもりご飯、お肉食ってた団長はちなみに、そのさ、最初ね、え、バニラ食べたよ、なんか特に考えもせずバニラ食べて、その後、あ、バニラ人気だったから、あ、バニラ残しとけばよかったと思いつつ、で、抹茶もね、2個あったから、で、他の味もね、なんかニコニコとかになってたから、んー、じゃあ抹茶食べるかって言って、抹茶食べたら、その母町がね、さ、母町が、あ、ちょっと母町もマカロン食べたいなーみたいな、食べちゃおうかなーって言って、なんか抹茶、そう、抹茶をパイって渡して、その後にミコチがバニラ食べたい、抹茶食べたいって言ったから、そう、団長さ、どっちも食べちゃって、しかも抹茶食べてる時にさ、ま、ミコ抹茶食べたいって言ってたから、その抹茶食べたいなら さもっと早く言ってくれれば抹茶あげたのにって思いながら、こう固まってた団長、あ、タイミング悪いと思って。いや、わためもありがとうね、団長マカロン好きだからさ、すごい嬉しかった。もう口の中でいいよーみたいな早いもん勝ち。そうだよ、弱肉強食だからね、弱肉強食だって、目の前にいっぱいいろんな味あったからね、ほんとすごかったわ、アソードパックみたいな感じで。ごめんね、めこち、まあ、めこち、
みこちごめん。あとみこちさん、あれ、年次庵っていうさ、まあ、配信者のなんかそういう喉にいい蜜があるんだけど、蜜ね持ってきてたよ。なんか間違って11個、なんか11パック買っちゃったやつ、そう持ってきててみんなに配ってたよ配信者のチュール、これはね配信者のチュールだよって言いながらみんなに配ったまた買う個数間違いね。ポップコーン再来だよ、ポップコーンそうポップコーンも間違えてたけど、なんか、よくポンするなぁと思いながらね見ておりましたね。あ、かわいいな。あ、かわいい。